広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。ライライチューチューポケガニムチュー、どうもライチューカーです。新田健一です。本日トレーナーズウェブサイトにて6月16日発売の強化拡張パックポケモンカード151の新カード公開されました。やったー、素晴らしい。本当に今日のはすごい、うん、ポケモン EX3 種類やば、おなじみのポケモンたちがねポケモン EX になったんですよ。はい、ちょっとね早速このポケモンから見ていきたいと思います。はい、不思議花 EX かっこいいですね、うん、このなんかツタの感じこう生い茂ってわーって感じがもうなんか不思議花らしさ全開でいいですね、うん、不思議花 EX は草タイプの未進化ポケモンで HP が340です。特性が安らぎの花。このポケモンがバトル場にいるなら自分の場に1回使えます。自分のポケモン1匹の HP を60回復します。技が草無色猛毒ウィップ、150ダメージで相手のバトルポケモンを毒と混乱にします。最大 HP が340ととても大きく、うん、特性安らぎの花で耐久しながら戦っていけるポケモンです。はい、安らぎの花を1匹目の不思議花 EX で使った後、まだ特性を使っていない別の不思議花 EX と交代してあげて、そっちでも安らぎの花使っていけるとさらに HP 回復していけるので、入れ替え手段をねどんどんデッキに出てぐるぐるできるように組んであげると強いかなと思います。うん、 HP60 回復できるだけでもすごい強力なんですけど、複数匹で使っていって合計120とか180度回復できたらめっちゃいいですよね。はい、さらに HP を回復する組み合わせとして輝くアマージョやおどりどりの特性を使ったり、フォルトス EX の特性爆裂エナジーでエネルギー加速しつつ相手にサイドを取らせた後にファイトオーレを使っていくっていう回復コンボも強いです。なるほど。そして技猛毒ウィップは相手のポケモンを毒と混乱にする効果を持っています。うん、混乱の状態だと相手は技が成功しない時もあるので、その隙にいっぱい回復して持久戦を制するポケモンになってますね。うん、進化前の不思議だね不思議層がこちら。うん、不思議層は今日初公開なんですけど、こちらもねいいイラストですね。うん、続いて紹介するのはこちら、リザードン EX。 あーかっこいいや、かっこいいね。これこの分かりますこのここの肩っていうんですか、肩の感じというかこの力の入り方みたいなのがねいいですよね、うん、もうたまんないっすわ。パッと見で書いてる数字がめちゃくちゃ大きいんでやばいですよね。早速読んでいきますか。はい、リザードン EX は炎タイプの二進化ポケモンで HP が330です。1つ目の技が炎1個ブレイブウィング、60ダメージでこのポケモンにダメ感が乗っているなら100ダメージ追加です。2つ目の技が炎4個爆炎ノーズ、330ダメージでこのポケモンについているエネルギーを3個トラッシュします。いや爆炎ノーズなんと330ダメージ、うん、もうやばいっすよこれ、うん、二進化のポケモン EX とかポケモン VMAX も一発で倒せちゃうほどの大ダメージですね。うん、必要なエネルギーは4個と多めなんですけど、うんうん、特性燃え盛るを持つリザードンもデッキに入れて組み合わせてあげれば基本炎エネルギー2枚で技を使っていけるので一緒にデッキに採用するのもおすすめです。うん、そして上の技ブレイブウィングも強くて、うんうん、ダメ感が乗ってれば160ダメージ、これがエネルギー1個で使える技ということでね、うん、すごいパフォーマンスが高いです。はい、スタジアムマグマの滝壺がエネルギーをつけながらダメ感が乗っているという条件も満たせるので非常に相性のいいカードです。うん、エネルギー1個の使いやすい技と大ダメージが出る技と両方使い分けられるっていうのが嬉しいポイントですね。うん、進化前の人影とリザードがこちら。うん、リザードめっちゃかっこいいですね、イラスト好きです。炎がブワッと広がってますね。うん、続いてですね、まあ、不思議花リザードンと来ましたので、うんはい、こちらのポケモンです。カメックス EX。 はい、かっこいい、かっこいいな。この甲羅のロケット砲にこの水っていうかエネルギーというかなんかバーってこう収束してる感じ、うん、たまんないです。マジでかっこいいです、うん、これカメックス EX は水タイプの二進化ポケモンで HP が330です。特性が硬い甲羅、このポケモンが受ける技のダメージはマイナス30されます。技が水2個ツインカノン、自分の手札から基本水エネルギーを2枚までトラッシュし、トラッシュした枚数かける140ダメージです。330という最大 HP に加えて、うん、特性硬い甲羅で受けるダメージが減るので非常に耐久力のあるポケモンです。うん、技ツインカノンは最大280ダメージが出せて1進化のポケモン EX やポケモン V スターを一発で倒しやすいダメージを出せます。うん、相手が HP の小さいポケモンであればトラッシュする枚数を1枚にして小回りが効くっていうのもいいですね。はい、技を強力に使うために手札に水エネルギーを集めたいと思うんですけど、ハオジアン EX の特性罠なく霊気だったりスーパーエネルギー回収などと組み合わせるのがおすすめです。うん、水ポケモンなので貝で不思議な飴とカメックス EX を持ってきて進化させやすいっていうのがポイントですね。進化前のゼニガメとカメールがこちら。うん、この素潜りカメールの技なんですけれども、これでこうトラッシュからエネルギー持ってこれるのでツインカノンと相性いいですね。はい、というわけでね、とてもなんか嬉しくなっちゃうようなポケモン EX3 匹紹介してきたんですけども、はい、トレーナーズのカードも初公開されております。おお、まずはグッズのこちらスナッチアーム。相手の手札を見てその中からポケモンを1枚選び相手の山札の下に戻します。相手が手札に温存していたポケモンを山札に戻して出しづらくすることができる妨害系のグッズです。うん、
相手に見せないように取っておいた切り札的なポケモンとか、次の番に進化させたいポケモンを山札に戻せたら強力ですよね。うん、ここぞって時に使いたかったネオラント V とか輝くリザードンとかを戻されたら結構嫌ですよね。うん、さらにポケモンを戻すだけじゃなく相手の手札の中身が見れるってのも嬉しいポイントです。うん、例えば相手の手札を見た上でジュペッタ EX のポルターガイストやレントラー V のスナイプファングを使うか決めたり、自分がこの番使うサポートを博士の研究にするのかナンジャモにするのかなどの判断材料にできる点が強力かなと思います。続いてはポケモンの道具、食べ残しです。うん、自分の番の終わりにこのカードをつけているバトルポケモンの HP を20回復します。 HP をこまめに回復できるので耐久系のデッキに採用してもいいですし、ウッグや闇ラミなどダメージを何回かに分けてうまく刻んでくる相手に有効です。うん、今日紹介した不思議花 EX とも相性が良くて、特性の安らぎの花と合わせてね、いっぱい HP 回復できるのでね、ぜひ合わせて使ってみてください。最後に紹介するのがサポートのカードです。おこちらエリカの正体。タマムシシティのね、ジムリーダーですよね。はい、うん、いや草タイプの使い手なんですけど、うん、後ろにも草花がね生い茂ってていいですね。ね、効果が相手の手札を見てその中から種ポケモンを1枚選び相手のベンチに出します。相手の手札の種ポケモンを出させて、うん、そのままバトル場まで連れてきちゃうっていう面白い効果のサポートですね。うん、相手が出したくなかったポケモンを呼び出せたり、相手のバトルポケモンをベンチポケモンと交代させるってこともできるので、状況を一変させることができるサポートです。うん、相手の場にポケモン EX とかポケモン V がいない状況だったとしても、エリカの正体で手札から呼び出すことができればサイドを2枚取れるチャンスが作れるので、これ強力なポイントですよね。うん、ここまでカードを解説してきましたが、うん、強化拡張パックポケモンカード151には豪華ミラー仕様のカードも収録されます。おこちらです。素敵ですこれ。うん、うわいいな。こんな風に通常のカードに加えてモンスターボール柄の特殊な加工がされた豪華ミラー仕様のカードも収録されていますので、うん、この仕様でカードがゲットできちゃうかもってことも楽しみにしていただければと思います。はい、というわけで本日は強化拡張パックポケモンカード151の最新情報をお届けしていきました。はい、今後のポケカチャンネルではポケモンカード151の新情報など公開していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。お願いします。それでは皆さんまた次回、バイバーイ。